サハリン州、サハリン州は、ロシア連邦の州、オーブラス地で、連邦構成主体の一つ。地理的な意味での日本列島の最北部である、サハリン島とクリル列島を管轄し、極東連邦管区に属する、州とユジのサハリンスク市、1905年から1945年の、サハリン、カラフト島南部の日本統治時代は、豊原市と呼ばれていた。 面積は8万7 1 0 0トル、南北の広がりが約9 0 0トル、人口は487,293人、2016年。宗谷海峡、オホーツク海を挟んで、日本の北海道に接しており、日本、特に北海道との経済的な結びつきが強い。主な付属当初にモネロン島、日本名は海馬島があり、 1983年9月1日に発生した大観光空気劇追事件のあった舞台としても有名である。サハリン島の南部、南カラフと及びクリル諸島、千島列島全域は第二次世界大戦以前は日本領の地域であった。日本がソビエト連邦に対して1918年にシベリア出兵をした際には北サハリンを占領して、 実行支配を続けていたが、1925年に日ソ国交を樹立したのを機に日本軍が撤退し、ソ連統治下に戻った。1945年8月、未だ有効期間中であった日ソ中立条約を破棄して、ソビエト連邦が対日参戦をして進行し、9月までに南からふとチシ島列島の全域を占領した。ソ連は、 翌1946年に併合を宣言し、南サハリン州を設置、1947年に、これらの地域をサハリン州に編入した。ロシア語ではと表記する。ハボマイ群島、シコタン島、日本名では、千島列島、クナ島から、占い、森島まで。サハリン州は17の地区、ライオン及びユジノサハリンスクに区分される。 面積の単位は平方キロメートル、キロメートル、人口は2018年推定。旧市町村は行政中心の戦前の日本の市町村での所在。2010年の各民族の人口、現状の詳細については、サハリンの鉄道の項目を参照。戦前、南からふとには日本が建設した鉄道もあったが、1945年のソビエト連邦、 ソ連による南サハリン、南カラフトの実効支配に伴う1946年2月2日のソ連人民委員会議令263号に基づき1946年4月1日ソ連国鉄を運営するソ連運輸通信人民委員会及び同人民委員会を改組したソ連運輸通信省が編入した。以後ソ連運輸通信省南サハリン鉄道局及び 極東鉄道局、ロシア連邦運輸通信省サハリン鉄道局、ロシア鉄道サハリン鉄道支社を経て、現在は、ロシア鉄道極東鉄道支社が所管している。全線非電化で、機間は、日本国鉄と同じ強地、1067mm。現在の路線総延長は 804.9km で、ある。1975年にかけて、 サハリン北部のノグリキまで路線が延伸された。1973年のワニのホルムスク、鉄道連絡専修工で、車両構想を介して、ターミナル不当への操車場が設けられた、ホルムソ駅、旧、ポリアコボが、バイカルアムール鉄道、バム鉄道のワニの駅と接続され、かつてのコルサコフ中心だった、貨物輸送体系から、サハリン搭載競部、アルセンケフカイリーンスク間を結ぶ、 新戦、1971年開通を経由して、ホルムスクに集約する輸送体系へと移行を果たした。ソ連崩壊に伴い発生した1990年代の経済混乱期には、保守修繕予算不足から、かつて完成だった旧、豊か魔線など、輸送需要が小さい換算区間の廃止が行われ、部品不足で旧車が相次ぐなどした。 この間、JR 東日本で廃車になった、キハ58系機動車を、無償譲り受けして、車両不足をしのいだ時期があった。しかし、予算不足の状況が解消した2000年以降は、車両や路線の再整備が始まり、2003年からは、施設、路盤改良工事に合わせ、ソ連国鉄編入時から課題であった、本土規格の後期、1520mm 期間の、 皿工事も始まった。2012年夏には改め機区間が4 0 0トルを超え、早ければ2016年にも本線区間後期化が終了。2020年以降には本土と同じ後期車両による運行が行われる見通しである。2006年には全線を通じて沿線における光ファイバー、通信網整備が完了しており、2012年には 東海岸のユジノサハリンスクソコル間とユジノサハリンスクノボデレベンスカヤ間、ソコルビーコフ間で運行されるディーゼル旅客列車内の公衆無線ランワイ、ファイサービスも始まった。列車はロシア国内や欧米と同じく貨物が主体でユジノサハリンスクのグリキ間では日本の東海道本線と比較して約2倍に当たる1列車3000トンまでの 重量貨物列車の運行が可能である。旅客列車運行本数は日本統治時代から通して少なく、市線や関山線区では季節運行とされている区間もある。日本時代と異なって、東海岸の南端のコルサコフ・フリストフォロフカ間は、末退換算線区化して、途中駅、乗降場は全て廃止されており、西海岸の南端のシャフタサハリンスカや、 ホルムスクソルチローボチヌイマも1997年以降、旅客運行が休止されている。サッハリン島内にはこのほか、1934年に運行を開始したオハモスカルボ鉄道線及び1925年運行を開始し、1953年に全通したオハ、ノグリキ強気鉄道線が存在したが、自動車交通手に増加の影響で、 オハモスカルボ鉄道線は1980年代に、オハノグリキ狂気鉄道線は2007年にそれぞれ廃止されている。サハリンでは、長年鉄道が主な交通手段となって、道路の舗装率は低かったが、自家用車の普及も、相まって2000年代後半から整備が急ピッチで、進められ、2012年には、サハリン島を南北に従官するの、連邦政府道路合戦、 ユジノサハリンスク、アレクサンドロフサハリンスキー、総延長約 800km のうち、ユジノサハリンスクからポロナイスクまでの約 300km で舗装が完了した。合戦について、州政府は2014年までにスミルヌイ風までの舗装工事を完了させる方針である。一方、サハリン島西岸では、舗装道路は少なく、北方四島を含む千島列島には、 舗装道路がまだないのが実情で、州政府では、州内の舗装工事事業者を総動員して、幹線道路を中心に舗装化を促進することしている。サハリン島では、日本統治時代の大泊まり、コルサコフに代わり、戦前は漁港だった西岸のホルムスク、モーカが、本土連絡の基地となっており、大規模な港湾設備が整備されている。旧モーカ広域に設けられた、 ホルムスク海洋貿易港は、サハリン州最大の港で、ホルムソ駅、宮殿駅のヤードに直結した、鉄道三橋がある埠頭は、大型貨物ガントリークレン14機を備え、2011年の取扱い貨物量は210万5100トン。サハリン島内の鉄道とバイカルアムール鉄道を連絡するワニのホルムスク鉄道連絡船のほか、 小樽ホルムスクワンの間の日露定期フェリー航路が就航している。またホルムセベルヌイ駅、旧北モーカ駅に隣接して設けられたサハリン2周未要港はソ連時代に漁業船団基地だった港で一時廃港状態だったものの2002年以降サハリンにプロジェクトのサハリン側の2役基地として大規模な整備が進められ現在は 最新の二役設備を備えた大型貨物港としてサハリンプロジェクトを支えている。1995年5月から北海道、ナイ港とサハリンコルサコフ港との間に平成版パク航路が運航されるようになった。当初はロシア船を利用して定期フェリーが就航したが1997年、1998年は旅行会社のチャーター船による運航となった。 1999年から日本船籍のハートランドフェリーのアインスソーヤが就航した冬季を除き週2便の運航。2015年にハートランドフェリーは撤退。2016年は8月1日より9月16日までサハリン海洋汽船により総動船ペンギン33が運航され511名の利用客があった。2019年は運航されない。 ソ連軍進行後は、北海道本島から、エトロフ島への定期公共交通は、船便、航空便ともに存在しない。北海道本島から島に直接渡る場合は、ビザなし交流に参加し、チャーター船で、根室港から出発、クリリスク、シャナに入港する。ビザなし交流の場合であっても、チャーター船が、ロシアが主張する領海に入ると、 国際航路を通行する船舶の慣例によって、ロシア国旗をマストに掲げ、また、クリリスクに到着後は、ロシアの税関当局による入域審査を受ける。なお、このチャーター船の利用は、日露両政府の合意により、旧島民、その子孫、並びに返還団体から推薦された者等に限定されている。これは、日本側がロシア領であることを認めたくないため、 ロシア側の正式な手続きを取らないことを提案し、ロシア側がそれを受け入れているからである。実際には、日本政府に申し出れば、研修を受けた後、返還団体の推薦を得ることができる。つまり希望すれば、誰でも、ビザなし交流に参加できる。コルサコフ、オーゾマル港からは、サハリンクリル海運の可客船、イゴールファルハトディノフ号が、週に便出発している。 この船は月曜日にコルサコフを出発、火曜日にエトルフ島、水曜日にシコタン島並びにクナシリ島に寄港、木曜日にコルサコフ帰着、金曜日にコルサコフ発、土曜日にクナシリ島とシコタン島、日曜日にエトルフ島に寄港、月曜日にコルサコフに戻るというスケジュールで3月から12月まで運航される。ソ連軍進行後は 北海道本島から、国知里島への定期公共交通は、船便、航空便ともに存在しない。北海道本島から島に直接渡る場合は、ビザなし交流に参加し、チャーター船で、根室港から出発、古釜布、マヌのユジノクリリスクに入港する。ビザなし交流の場合であっても、チャーター船が、ロシアが主張する了解に入ると、 国際航路を通行する船舶の慣例によって、ロシア国旗をマストに掲げ、また、フルガマヌノに到着後は、ロシアの税関当局による入域審査を受ける。なお、このチャーター船の利用には、前述の制限があり、自由に利用することができないため、南サハリン経由で渡ることとなる。北千島のセベロクリリスクまでは、ペトルパブロフスクカムチャツキーよりヘリコプターか、 ギパニスという船舶で向かうことになる。オーロラ航空が札幌、新千歳ユジノサハリンスクを週5便、月水、日土、日成田空港との間に週2便就航させている。このほか西日本からはソウルからのアシアナ航空などが便利である。現在のエトロフ島にアクセスする定期公共交通は南サハリン、 南カラフトを拠点に運行されている。ユジノサハリンスク空港、豊原大沢飛行場からは、オーロラ航空が毎日、エトロフ島シャナ村のヤースヌイ空港まで就航している。有志海飛行であるため、霧がかかりやすい夏季には欠航となる確率が相当に高いが、新空港になってからは、欠航率は低くなった。現在の国ナしリ島にアクセスする定期公共交通は、 南サハリン、南カラフトを拠点に運行されている。ユジノサハリンスク空港、豊原大沢飛行場からは、オーロラ航空が毎日、クナシリ島、メンデレーフ空港まで就航している。しかし、有志海飛行であるため、霧がかかりやすいカキは、欠航になりやすい,い。一般の日本人、外国人が北方イオン島を訪問するには、 ロシア連邦の詐称を取得の上でまずサハリンに渡り、ユジノサハリンスクにて北方四島への入居許可証を取得後、サハリンから空路、または回路でアクセスすることになる。この方法は、北方領土のソビエト社会主義共和国連邦及び、ロシア連邦の領有権を認める行為である。として竹下改造内閣当時の1989年、平成元年以来、 自粛が求められているが、法的強制力はない。なお、それ以前は、個人旅行者が、北方領土を含むサハリン州に旅行することは、困難であった。近年、カラフトに住んでいた元住民及びその親類や、政府関係者、一般関係者などの日本人によるサハリンへのビザなし訪問を実現する運動があり、認められるようになった。 第二次世界大戦中は、密ソ中立条約により、戦闘地域にはならなかったが、大戦終結直前の1945年8月9日に、ソ連が条約を破棄して、日本に宣戦線布告、侵攻し、南からトとシ島列島の全域を占領した。ソ連は、翌1946年に併合を一方的に宣言し南サハリン州を設置。 1947年これらの地域をサハリン州に編入した。ソ連はサハリン全域を自国のものとするにあたり、日本の南からふと当地の中心であったとヨハラとその周辺を合わせ、ユジのサハリンスク市と解消し、これを州都としてサハリン州を成立させた。その後、全域にロシア人の入植が進み、現在ではかつての日本人の居住地も、 完全にロシア化されている。ソ連末期、ミハイル・ゴルバチョフ政権による緊張緩和により、冷戦が終結すると、1989年からサハリン州への外国人が立ち入りが許可されたため、薬師丸広子が見た。サハリン、カラフト10 00 0 0キロなどのテレビ番組が放送され、それで今まで不明であったサハリンの様子が明らかになった。 1991年のソ連8月クーデターでは、ソ連の各メディア報道が首都モスクワでの事態について乱する中、サハリン州政府や住民は日本の NHK の衛星放送を活用して情報を得たこともあった。さらに、同年末のソ連崩壊に伴い、ロシア連邦がサハリン州の支配権を継承した後も日本、特に 北海道とサハリンの間の交流は活発化し、稚内港からは国際フェリーが札幌及び函館、近年は成田からも航空機が運航されるようになっている、函館線は近年廃止された。多くのロシア漁船が稚内港や根室港をはじめとする、北海道、一部は東北地方や北陸地方北、近畿、山陰地方など、 本州の日本海側にも及ぶの漁港に入港し、海産物を水揚げするようになった、具体例、日本国内のスーパーマーケットなどでよく見かける、ロシア産と産地表記のラルが貼ってあるカニ加入に酒や麻ビなどのも、ロシア連邦成立以降に顕著になった結果である。サハリン州との交流の活発化により、稚内市内や根室市内にはロシア語の標識や表記が増えいる。また、 サハリンにおける油田、ガス田開発、サハリンプロジェクトの進展により、石油メジャー、日本の大手商社が開発に参加。2004年、採掘された、最初の石油が日本に輸出された。2001年には、ユジノサハリンスクに、日本の総領事館が設置され、交流の促進に寄与している。日本とサハリン州の関係は、さらに緊密になるものと考えられるが、 今なお解決されていない、領土問題が暗い影を落としているのも不幸な事実であり、サハリン州の歴代知事は、クリル諸島南部の引き渡しには、絶対反対の立場を続けている。2009年2月、州内のコルサコフ近郊で行われた、サハリンプロジェクトの一つ、サハリン2の LNG 工場稼働式典に合わせ、日本の首相としては、かつての領有時代を含めて、初めて、 麻生太郎がサハリン州訪問し、ロシアのドミトリー・メドベージェフ大統領と会談した。一方、チシュマ列島のエトロフ島について、ソ連崩壊後に続いた、ロシアの経済不振と1994年に発生した北海道東方沖地震の影響から、人口は減少傾向にあった。だが、ソ連崩壊後、ユダヤ系ロシア人のアレクサンドル・ベルホフスキーが、 創業した水産加工のギドロストロイを設立、金融業にも乗り出した。しかし、日本政府が領土問題絡みで規制を行っているため、日本企業はこのビジネスチャンスに公式には協力できていない。また、北部のモヨジタケ、クドヤブイ火山は、その火山ガスにレアメタルであるレニウムを大量に含有している。このため、ロシア科学アカデミーの科学者たちは、 レニウムの世界有数の産出源になりうる火山として、模様地だけをみなしている。インフラ整備では、2015年を目標年次とする、ロシア政府のクリル開発計画によって、中心都市のクリリスク、シャナの近くに新空港が建設中である。クナシリ島では、ソ連崩壊後に続いた、経済不振と1九9四年に発生した、北海道東方沖地震の影響から、 人口は減少傾向にあったが、近年の目覚ましいロシアの経済成長に伴い、この島にも人口増に向けた手こ入れが始まっている。2015年を目標年次とするロシア政府のクリル開発計画では、立ち遅れているインフラ整備などに重点的な投資がなされる予定である。有事のクリリスク、古がマヌのに日本政府のロシアへの援助として建設された。 日本人とロシア人の友好の家、通称、ムネオハウスがある。2015年8月22日、ロシアのメドベージェフ首相が、エトロフ島を訪問。クナシリ島では、日本のテレビ放送、カラー方式は、NTSC が移り、一部の住民が、日本のテレビを、情報源にしている。大部分の住民は、ロシアのテレビ、カラー方式は、シコムを主張している。 北海道放送では、一時、北方領土の住民向けに、天気予報の画面にロシア語のテロップを入れていた。2006年8月16日、水晶島付近の海域で創業中の、北海道根室市花崎港所属のカニカゴ漁船が、ロシア国境警備局の警備艇により追跡され、貝殻島付近で銃撃、打歩され、乗組員一人が死亡する。 第31よし進む丸事件が発生した。日本政府は、ロシア当局に対し、北方領土は、日本固有の領土であるとの前提に立って、日本領海内で起こった銃撃、打砲事件であり、到底容認できないと抗議した。しかし、この海域は、ロシア側の実行支配海域であるため、ロシア側にとっては、国境侵犯密漁事件であり、日本側の、この海域は、 日本領海とする抗議とは根本的な出会い入れないために今回の問題をさらに複雑にした。この付近のロシア実行支配海域では昆布や許可された魚については許可を得て入漁量を支払った漁船についてのみ認められていたが無許可操業は日本の農林水産省や北海道当局も禁止しおり、またかに漁に関しては日本側には一切認められていなかった。 北海道庁は近く付近の漁協に対して周辺海域でのカニ漁を行わないよう指導しようとしていた矢先の事件であった。今回の漁船はロシア側海域での一切の漁を認められていなかった。上にカニ漁を行っていた可能性が高く実際に船内からは1.1トンのカニが残留していたとロシア側は発表した。乗組委員は国後島の古釜布 有事のクリリスクに連行され、日本人とロシア人の友好の家、いわゆる胸をハウスに拘束された。また、死亡した乗組員の遺体は8月19日に海上保安庁の船によって日本に引き取られた。8月30日には船長以外の事情組員が解放され、海上で北海道庁の船に引き渡されたが、船長は9月4日に、 ロシア側の検察により国境審判と密漁の罪で起訴され罰金刑が確定し約50万ルーブルの罰金賠償金を支払った上10月3日に釈放されビザなし交流の船で根室に帰還した帰国後船長は密漁について責任逃れの発言をしていたがその後根室海上保安部の捜査に対して違反操業を認め2007年3月 同海面漁業調整規則違反の疑いで書類送検された。この地域はマガダン時間帯を使用している。時差はアトックプラス11時間で、過時間はない。2016年3月までは、サハリン、カラフト及びクリル、チシマ列島南部と同列島北部で異なる標準時を使用していい。サハリン、カラフト及びクリル、チシマ列島南部では、 ウラジオストク時間を使用していて標準値がアトックプラス10、夏時間がアトックプラス11、クリル、千島列島北部ではマガダン時間を使用していて標準値が UC プラス11、夏時間がアトックプラス12であった。サハリン、カラフト及びクリル、千島列島南部ではウラジオストク時間を使用していて梅雨ねがアトックプラス11、クリル、 千島列島北部ではマガダン時間を使用していて、ツ年ネガートックプラス12であった。サハリン、カラフト及びクリル、千島列島南部では、ウラジオストク時間を使用していて、ツ年ネガートックプラス10。クリル、千島列島北部では、スレドネコリムスク時間を使用していて、ツ年ネガートックプラス11であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。